おはようございますポケモンスリープを開始して410日目の朝でございます時刻は7時8分です5時半に起きてちょっとね将棋の勉強してて今の時間になったんですけど今月診療内科に行って睡眠導入剤がちょっと変わったんですよで体に慣れてないってのも若干あるとは思うんですけど なんかすごく入眠がよくて昨日も出るのは若干プロレス見てたんで遅くなったんですけどただなんかバイオリズム見ても、まあ、途中何回も起きるんですよこのガタ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 ってなったら何回もこう起きててただやっぱなんかこの睡眠の質的にはこのぐっすりとすやすやが交互にきてて実はいいんじゃないかなみたいな感じで思ってるもうちょっと早く寝れたらいいんですけどねちょっと今プロレスが暑いんでちょっと大忙しみたいな。 昨日ですねあのポケモンハートゴールドがようやく殿堂入りまでしたんでもうね攻略本様々ですよもう攻略本お宅になろうかなぐらいですからねニャースは昨日調べたんで小判をがあってその小判を大切にして毎回顔を洗ってるってやつですよね何種類かニャースもあってでヤドランはちょっとおっとりしててエスパータイプでで噛まれたら二足歩行になるでしたよね この子はペルシアンかちょっと調べますねいやマジでなんかゲームしてますけどゲームしながらやっぱ攻略本見ながらやるのが一番いいですねノーマルタイプで柔軟なテクニシャンで体長は 1m 重さは 32kg か気ぐらいが高いなんかめちゃめちゃいい家庭に住んでそう 懐かせるのは大変でしょうねお金じゃないとね気に食わないことがあったらすぐああかん詰め立てるんだ優雅で上品な身のこなしあニャースが進化したらペルシアになるんだへえそうなんだなんか何かアローラタイプもあるわけですよねこれはニャースのアローラへえニャースがこんなにも変わりますかあんなかわいあの頃かわいこんな可愛い,いのはこうなりますかと怖いねおトゲチックじゃないですか めちゃめちゃおややポケモンハートゴールドでお,お世話になってますトゲチックかっこいいですからねしかも強いし強いってのが大事ですからトゲチックは上官かとのの途中で終わんのやめてってっうトゲピートゲチックトゲキッスなんだああトゲチックキッスのが上なんですねフェアリー飛行 特性は張り切りと天の恵み、えー、体長は6 0ンチで重さ3.2かすごいですね進化したら1 5ターで3 8キロになりますよ10倍ですよほぼ重さは優しい人のそばにいないと元気が出なくああなるほど空もトレーナー次第ですね羽を浮かさずに空に浮かべるへーポケモンハートゴールドでは空を飛んで街に移動する時は僕トゲチックに持たせてますかね これは優しい人の前に幸せをもたらすため姿を現すと言われてなるほどあの何て言うんですかけ座敷藁的なことなんですねなるほどねトゲチックさん最高じゃないですか戦ってるのは結構えぐいんですけどねそうなんですわ、尻尾を隠すってやつですよね昨日ただ体調とかあれは覚えてないな今日もだからねハートゴールド上等編が終わったんで今から関東編なんですけど ちょっと調べてたら関東編めちゃめちゃ長い上都編行くだけで4七8時間かかったんでまあ本当はね攻略本買って攻略本見ながらやりたいぐらいなんですけどだからあと450時間かかるんですよねきっとあの関東編だ100時間ですよ100時間1つのゲームすごくないですかでもその分 単純にゲームするだけじゃなくてポケモンも覚えられるんで関東編する時は攻略だ関東編がないんで図鑑かな図鑑を,しを見ながらちょっとポケモンの名前を覚えていくっていうのがおポケオンネガオ発見ウィークじゃないですか1週間ポケモンネガオ図鑑にまだ登録へえなるほどなるほど新しいポケモンが入るわけだなるほどねそれはワクワクしますね やっっぱ出会会てないいポケモンと会うのが楽しいですから、まあ、僕の中では結局今まで図鑑調べながらこのポケモンの特性とか性格とかが分かってなかったんでそこが知れるってだけけででも嬉しいですけどねあとはハートゴールドをいかにしてクリアするかというあと50時間かというふうに思うとふーって思うんですけどまあそれでもね ケモハートあかそうっすねもうちょっと10時とか9時とかには寝、ね、ないといけないって毎回言いながらも毎回計測されてるわけではないんでねどこに行ってもイベント中になるんですかねちょっとねもうは早くハートゴールドさせいって思ってますからねやっぱここまで来たら最近何かのゲームを最後までクリアするっていうのがやってなくて結構全部中途半端で終わっちゃうんですよ 久しぶりにこうエンディングっていうの見ましたからね最後の四天王編は本当に10時間ぐらいレベル上げしたんじゃないですかね最後の四天王編があるんですけど四天王で全然勝てなくて電流というか雷タイプのポケモンを育てないといけないんでそこを育ててで四天王編って結構レベル上げですと1回叩く1回 そこの通りを行くので30分かかるんですよ結構レベル上がるしお金ももらえるんですけど、まあ、それ何回かやってやっと勝てたみたいなしかもホウ,オウっていうずるい伝説のポケモンを軸にして勝ちましたからねホウ,オウがいなかったら多分あと45時間はレベル上げに使ってたんじゃないですかねでも子供たちはねああいうのをいろんなこと考えながら やってるんで、ね、だからほうほうとギャラドスで突っ込めればある程度のこと勝てると思うんですよギャラドスの竜の前が強いからそれなしってしたらあるんですかねギャラドスの竜の前禁止縛りプレイみたいなどうしても僕は縛りプレイが好きなんで縛りプレイでしたらどうなんのかなと思うんですけどね、はい、今日とい,ということで今日もね天気が微妙ですし石川県では大雨になって,てるし ほんとね、気候ってのは大変だなと思うんですよ、まあ、実際著名人で体調不良で休まれる方も多いんで僕はこれはあ気圧問題は大きく影響してるんだろうなとは思ってあとは SNS 疲れとかだから俗にスマホのようになりながらあ気圧問題で一気に体調崩すって人が僕は多いんじゃないかなと思ってじゃあ何か対策できるかって言ったらもうほんとポケモン図鑑ずっと並べ眺めとかとかそういうレベルじゃないかな。結構図鑑はおすすめなんで うん、図鑑が楽しいと思えたらもっともっとね幅が広がるんであお今はおすすめなのはポケモン図鑑と電車ですね電車の図鑑も図書館で借りてきたんであとは競馬馬見て馬の決闘を見てニヤニヤするという気